1991年、湾岸戦争が勃発します。独裁者サダム・フセイン率いるイラク軍と多国籍軍との戦いは、現在も人々の記憶に残っています。そしてこの戦争は、初めて宇宙空間を軍事利用した戦争としても知られています。戦場の数千キロ上空で地球を回る人工衛星、その人工衛星を使った革命的なテクノロジーは世界中を驚かせました。 GPS システムです。 GPS こそ湾岸戦争の隠れた英雄です。空爆がやみました。通信衛星はリアルタイムで今起こっている事実を世界に向け発信します。人工衛星が導入されたことで、これまでの報道の仕方が変わったのです。私たちの頭上に広がる宇宙空間は、少しずつ、そして確実に人類にとって目に見えないインフラとなりました。この変革は数十年前、宇宙の彼方から送られてくる微弱な信号を人類が初めて受信した時から始まったのです。1957年10月4日、各国のニュースはソ連が人類初の人工衛星スプートニクの打ち上げに成功したと伝えました。世界の注目を集めたスプートニクですが、そのテクノロジーは単純で、形は球状、搭載されたのは簡単な無線送信機でした。しかし、そんな性能のものでも地球を周回する軌道に乗せられるし、単純な音も送れると分かったんです。ハロルド・ローゼンはかつてヒューズ・エアクラフト社の若きエンジニアでした。彼はすぐに世界と通信するための手段として人工衛星が使えないかを考え始めます。国際的な通信手段は当時とても貧弱でした。大陸間で国際電話をかけたいときは、まず回線を確保しなければなりませんでした。大陸と大陸の間の海底に回線用ケーブルを敷いたのです。音声状態も悪く、手軽に利用できませんでした。海外のテレビに至っては視聴することは不可能でした。多くの人はこの劣悪な長距離間の通信環境が適切に設計された通信衛星によって改善されると思ったんです。でもどうやって？ AT&T 社のエンジニアたちは、地球上を周回する120もの人工衛星で巨大なネットワークを構築しようとしていました。それらの人工衛星を追跡したり、電話の基地局間の同期をするには巨大なアンテナのネットワークが必要です。しかしハロルドはこのシステムを見て言ったんです。このやり方は全然優雅じゃないってね。ハロルドは SF 作家であるアーサー・C・クラークが書いたアイデアからヒントを得ました。クラークはその中である人工衛星について言及しています。上空で止まっているかのように見える静止衛星です。どんな人工衛星も、たとえ軌道上に止まって見える静止衛星であっても、実際には地球の周りを回っています。だとすれば、地球の軌道上にあってなおかつ止まって見せるためには、どんな仕掛けを使えばいいのでしょうか。地上からの距離が遠くなればなるほど、地球を一周するには時間がかかります。これに対し、赤道のおよそ3万6000キロ上空で軌道に乗っていれば、1日で地球を一周できます。アーサー・C・クラークは、地球が1回転するのに24時間かかるということに触れています。つまり24時間で地球を一周できる軌道上に衛星を飛ばせば、赤道上空で静止して見えるのです。
静止衛星が3機あれば地球上のあらゆる場所をカバーできます。しかし技術的な課題がありました。静止軌道に乗せ通信の中継局となる衛星にするにはどんな設計にすればいいのかということです。誰もがこれは不可能だと思いました。しかしハロルドはその方法を考えたのです。ハロルドは会社の同僚である2人のエンジニアに協力を求めました。しかし会社の上層部は彼らの計画に懐疑的でした。こんな計画は馬鹿げていると言われました。確かにそうでしょうね。簡単に売れるものじゃないしね。1950年代のヒューズエアクラフト社は最先端の科学技術を持っていました。変わり者の億万長者が作った会社ですよ。ヒューズエアクラフト社は1932年にパイロットでもあるハリウッド映画帝王のハワード・ヒューズが立ち上げました。ハワード・ヒューズはかなりの変わり者として知られていました。しかし彼は新しいことを開発できる優秀な人材を集める才能を持っていたのです。しかしハロルドのアイデアはリスクが高く費用もかかるものでした。彼が考えた衛星はスプートニクの40倍もの高度が必要だったのです。宇宙に物資を送ろうとする時には膨大なエネルギーを必要とします。それを可能にするために重要なことは衛星を打ち上げた時に地球の静止軌道に乗れるようできるだけ軽量化することです。しかし仮にそれができたとしてもアンテナが常に地球の方に向いている必要があります。地球上には重力があるので同じ方向を向かせておくことは簡単なのです。重い方が下を向きますからね。しかし宇宙空間では特定の方向を常に保つことはとても難しいのです。ハロルドの解決策は優雅かつシンプルでした。ハロルドは子供の頃フットボールを投げて遊びました。彼はその時スピンをかけたボールが長軸周りに回転しながら飛ぶことで安定していたことを思い出したのです。そこで衛星も長軸周りに回転させ安定させるスピン方式を開発しました。回転し続けている限り衛星は正しい方向を保てるのです。ハロルドは試作品にシンコムと名付け必ず会社から予算が出ると確信していました。当時としては破格の金額だったと思います。30万ドルですからね。時間をかけて説得しました。しかしハロルドと彼のチームには宇宙に打ち上げるために必要な資金を援助してくれるスポンサーが必要でした。一方アメリカ国防省も秘密裏に静止衛星の開発を独自に始めていました。国のプログラムは重大なトラブルを抱えていました。衛星の重量が予定よりもかなり重くなったのです。深刻な費用の増加を意味します。この計画の指揮はヒューズ社の元重役ジョン・ルーベルが取っていました。ルーベルはハロルドの研究室を訪れ深い感銘を受けました。国防省が抱えていた問題の解決策がそこにあったからです。彼はハロルドたちの研究に NASA が費用を出すよう手配します。1961年8月 NASA は3機のシンコム衛星計画に出資します。最初の試作品は爆発したんです。残念でしたが大急ぎで試行錯誤を繰り返し数ヶ月後には2号機を完成させました。1963年7月26日シンコム2号はダグラスエアクラフト製のデルタロケットに乗せられケープカナベラル空軍基地から無事打ち上げられました。地球上のおよそ3万6千キロ上空にまで何かを打ち上げるなどということは世界でも初の試みでした。これは大変な偉業と言えます。世界との通信が可能になったのですから。1年後の秋シンコム3号は歴史を作りました。東京オリンピックの開会式を世界中へ中継することに成功したのです。テレビで東京オリンピックの開会式を見ながら胸がいっぱいになりました。聖火を持ったランナーが階段を駆け上がり聖火台に点火したのを覚えています。素晴らしい瞬間でしたよ。これは始まりに過ぎませんでした。当時シンコム3号が一度に送ることができるテレビの信号は
たった一つしかありませんでした。現代の人工衛星は100もしくはそれ以上のテレビ信号を高解像度で送ることができます。しかし基本的な概念はハロルドが60年代初期に開発したものと変わらないのです。素晴らしい科学技術の結晶でした。事実それ以降の通信衛星は全て静止軌道上に存在します。どれもハロルドと彼のチームが作り出したものか、その理念が受け継がれたものなのです。シンコムの打ち上げからおよそ30年、ハロルドの技術は湾岸戦争をテレビで視聴できる世界的なイベントに変えようとしていました。ニュースの伝え方が変わりつつありました。ミサイルが我々の頭上を越えてバグダッドへ飛んでいきました。1990年8月の早朝、イラクの独裁者サダム・フセインが隣国クウェートに侵攻を開始、クウェートの油田を制圧します。突然の武力侵略は世界中から非難を受けました。このような暴挙は断じて許されるものではありません。34カ国からなる多国籍軍はフセインが期限までにクウェートから撤退しなければ武力行使に出ると声明を出します。第二次世界大戦以降に結成された最も大きな連合軍に世界中の人々が関心を寄せました。壮大な物語が仕立て上げられました。ニュースの報道陣は新しく開発されたポータブル衛星アンテナを手に現地に押し寄せました。それまでは生放送で前線からニュースを配信する手段がなかったのです。第一次湾岸戦争の間にこの素晴らしい衛星技術は大活躍しました。そのおかげで現地での取材能力は格段に向上することになったのです。我々のような立ち上がったばかりのテレビ局にとって大きなチャレンジでした。テッド・ターナーはニュース専門チャンネル CNN をわずか10年前に立ち上げていました。テッドは80年代からテレビと人工衛星を融合させてきました。かつてニュースは事件が起こってしばらくしてから知らされるものでした。しかし今は一体何がどこで起こっているのかをリアルタイムで知ることができるのです。CNN は24時間ニュースだけを流し続ける初めてのチャンネルです。これは大手テレビ局にとって大きなチャレンジでした。他局のニュース時間は1日30分でしたよ。ターナーはこう言っていました。人々は生のニュースを知りたがっているんだ。常に情報を手に入れたいんだとね。彼の理想は通信衛星を使用することでついに現実のものとなりました。CNN は衛星ネットワークで世界中にライブニュースを配信しました。大手放送局は国内のみの放送でした。湾岸戦争前夜 CNN のニュースは100カ国以上で放送されました。そこにはイラクも入っていました。フセインと彼の取り巻きがイラクで CNN を見たんです。フセインは CNN で情報収集していたのです。当時のブッシュ大統領は宣言しました。もしフセインがクウェートから撤退しない場合はこれまでにない激しい空爆を加えるとね。そしてとうとう通告期限を迎えたのです。1月17日、現地時間午前3時に空爆が開始されました。最初の爆撃は電話会社のビルを直撃し、イラク国内の通信経路を切断しました。大手放送局は情報を伝えるためにこの会社の電話回線に頼っていました。私は部下をテレビのある私のオフィスへ行かせ、そこから状況を知らせるよう言いました。ところが案の定、ほぼその瞬間にテレビ放送が止まりました。信じられない光景です。目の前で大規模な爆発が起きました。今の爆発で通信回線が破壊されたようです。 CNN を除く全ての放送網が切れました。まだテレビの前にいる皆様には市内の爆音が聞こえるでしょう。フセインが唯一音声接続の許可を与えたのが CNN のヨルダン局でした。ハローバグダッド、
衛星技術によりヨルダン経由、バグダッドからアメリカに音声信号が届き、我々はそれをアメリカから世界に放送しました。フラッシュのような閃光が空一面に広がり、バグダッドの空全体が明るく照らされています。どうぞ。本音を言うと、現場にいた私たちは夜が明けるまで無事でいられるかどうかも分かりませんでした。しかし遠く離れた場所にいながらリアルタイムで報道できたのは特別な経験でした。大きな爆発音が聞こえます。視聴者はアメリカ人だけではなく世界中の人々でした。数時間以内に現場の映像や写真が全世界に報道されたんです。衛星により世界へ発信された CNN の報道に世界中の人々が釘付けとなりました。空爆の様子が見られたのはとても貴重な体験でした。ベトナム戦争では映像は東京や香港を経由してニューヨークへ届いたため数日の遅れがありましたが、湾岸戦争はリアルタイムでした。ジャーナリズム誌の中でもまさに時代を動かした瞬間と言えるでしょう。全てが分刻みで変化していました。当時私たちは自分たちが前例のないことを行っているのだと分かっていました。間違いなくニュース報道のあり方を大きく変えたのです。自分たちが衛星技術の進歩の一翼を担っていると感じました。そして衛星技術の進歩は世界にいくつもの変化をもたらしたのです。衛星通信技術により戦争の様子をリアルタイムで知ることができるようになりました。しかしそれ以上に戦争の在り方を大きく変えた衛星技術があります。全地球測位システム GPS です。映像のような視覚性はありませんが大きな役割を担っています。湾岸戦争は精密誘導兵器が大規模に使われた史上初の戦争でした。目の前で精密爆撃が行われています。ベテラン記者たちにとっては湾岸戦争は全く新しいタイプの戦争でした。ベトナム戦争では爆撃精度が大きな問題でしたが、今夜の爆撃は全てが命中しています。目の前で通信網や防空施設、政府施設などの建物が次々と破壊されていきました。1991年にバグダッドにいたピーター・アーネットは変化を目撃しています。軍隊は見境なく爆弾を落とすのではなく、とても正確に標的へ命中させていました。これらの武器の中には初めて実戦で使用された極秘ミッションの新技術がありました。イラク領空からおよそ160キロ以上離れた場所で35発の巡航ミサイルが発射されました。ミサイルは自ら軌道修正し目標へ向かいます。 GPS を使った誘導兵器の誕生です。我々はこの武器を特殊な目的と特定の標的に使用し大成功を収めました。GPS 開発に自らのキャリアをかけた男がいます。ブラッド・パーキンソン大佐はアメリカ空軍に GPS をもたらすため長年にわたり尽力しました。やっと認められたと思いました。本当はもっと早く導入されるべきでした。1969年米国空軍士官学校で教えていたパーキンソンはベトナム戦争に送られます。精密誘導兵器の技術が生まれたのはベトナム戦争でした。その当時の爆弾の精度は低く、橋を破壊するのでさえ一苦労で、とても一発では命中しませんでした。なかなか狙った標的に当たらず、大勢の一般市民が空爆の犠牲者となりました。さらに標的以外の対象を破壊するなど膨大な数の爆弾が無駄になってしまったんです。ベトナム戦争でベトナムと周辺国に落とされた爆弾の量は700万トン以上。第二次世界大戦中、ヨーロッパとアジアに落とされた爆弾の2倍以上の量です。
不運で悲惨な戦争でした。しかし当時のアメリカ軍にとってはあれが持てる力の全てでした。ベトナム戦争の無差別的な攻撃にひどく心を痛めていたパーキンソンは、爆弾を確実に標的へ命中できるようになれば戦争のあり方を根本的に変えられると考え始めました。しかしパーキンソンは解決の糸口を見つけられずにいました。ベトナムから戻った彼は衛星ナビゲーションの極秘プログラムを任されます。ナビゲーションの専門家だったので任命されたのだと思います。誰もこの極秘プログラムの成功を信じていませんでした。連邦議会は予算を渋り、前途は真っ暗でした。最初に衛星ナビゲーションの開発を始めたのは海軍でした。しかしそのシステムは脆弱でした。その後新しいシステムを開発しようと海軍と空軍が異なるアイデアをぶつけ合っていました。両者の衝突は避けられないものでした。最終的に採用されるのはどちらか一方の案です。激しい争いでした。相撲と同じでどちらかが倒れるまでの勝負です。倒れなかった方が勝者となります。初期設計テストでは空軍に軍配が上がりました。空軍のシステムはわずかな時間で正確な位置を特定できたのです。パーキンソンはひらめきました。衛星システムで船や飛行機を地上の正確な位置まで誘導することができるのなら爆弾を誘導することも可能なはずだと。私はその可能性を確信していました。衛星を使って精密爆撃を可能にするシステムです。パーキンソンの前にベトナム戦争で行われた空爆の悲劇を繰り返さない道が開けました。まさにお告げです。勝利を確信したパーキンソンですが、国防総省には別の考えがありました。1973年8月空軍用に考えた私の提案は通らず、私のキャリアもここでついえたと思いました。国防総省は海軍と空軍が別行動を取るのではなく、共同プログラムとして両者の良いアイデアを組み合わせた一つの壮大なシステムを開発するよう要求してきました。国防総省に言われました。君が思いつく限りの最高のコンセプトを提出してくれ、どこからアイデアを拾ってきても構わない、制限はないと。1973年の終わり、パーキンソンはペンタゴンから承認を得て GPS 衛星ナブスターの開発に着手します。みんなが同じ理解のもと、究極の目的を達成するためにあるモットーを掲げました。そのモットーは、この計画室のゴールは一つの同じ穴に5つの爆弾を落とすこと、それを忘れるなとね。正確に標的へ命中させるために衛星に物体を誘導させる GPS はそのためだけに作られました。1974年空軍の宇宙ミサイルシステム部でパーキンソン大佐率いるチームは科学とエンジニアリングの限界に挑んでいました。人工衛星システムは地球上空およそ1万9000キロの軌道を飛ぶ24機の衛星から形成されます。踊るように常に衛星が動いているというのが彼らのコンセプトでした。最低でも常に4機で地表のほぼ全ての場所がカバーできるよう衛星を配列します。各衛星が電波信号を光の速度で常時地表へ発信し、その信号を地表の GPS 受信機が受信します。衛星から発信された電波は光の速度で地上に到達するため、発信時刻と受信時刻を計測することで衛星からの距離を測定できます。複数の衛星からの距離を測定することで現在地を特定できます。その仕組みがよくわかるのが二次元の地図です。この地図における自分の居場所の特定は以下のように行います。 A 地点からは1600キロ離れています。しかしこの円の上のどこにいるかは分かりません。
B 地点からの距離は1900キロです。 C 地点からは1200キロ。すると3つの円が交わる点が出現します。そこがあなたの現在地です。地図上の3点は軌道上にある衛星の位置を表します。3機の衛星の距離が分かれば位置が特定できます。4機目の衛星で標高を測り精度を高めます。4機の衛星と特別なソフトウェアを使い、 GPS 受信機で自分が地上のどこにいるかが分かるのです。そのためには衛星と受信機の時刻を同期する必要があります。 GPS の根幹は時間なのです。信号が衛星から発信された正確な時刻と受信時の正確な時刻が必要です。GPS は時計そのものです。時計なしでは動きません。空軍のために衛星の建造を請け負ったのがロックウェルインターナショナル社でした。チーフエンジニアを務めたのはヒューゴ・フリューホです。各衛星に原子時計が必要となります。1秒の数十億分の1を測定できる時計です。 GPS を作動させるにはそのレベルの精度が必要なのです。1秒の10億分の1を測れる時計がなければおよそ3メートルのズレが生じます。ロックウェル社と GPS プログラムの課題はどのように原子時計を衛星に搭載し1万9000キロ離れた宇宙で作動させるかということでした。1972年代では無謀の挑戦に思えました。冗長性をもたらすために衛星1機に原子時計が 2,3 個必要でした。しかし宇宙で大量の放射線を浴びても大丈夫なように加工するとおよそ23キロの装置が2倍の重さになってしまいます。困難に直面したロックウェル社を救ったのは幸運とヒューゴの言語能力でした。私が苦戦しているとエンジニアの一人が小さな原子時計を作ったドイツ人がいると言い出しました。そんな都合のいい話があるかと疑いましたよ。1971年、アーンスト・ヤカートはドイツからカリフォルニア州へ移ります。エフラトムという会社を立ち上げ発明品を売り出しました。ミニチュア版の原子時計です。彼の時計は縦横高さが10センチほどで重さはたったの 1.3 キロ余り。革新的な代物でした。まさに最先端の名がふさわしい原子時計でしたが、開発者はドイツ人です。まず言語の問題がありましたが、運よくヒューゴはドイツ語が堪能でした。ヒューゴの言語力によりコミュニケーションを図ることができ成功につながりました。しかし彼らの前に言語問題以上の壁が立ちはだかりました。 GPS は軍事システム、外国籍の人間が関与するなど問題外です。彼のビザが観光用だったので政府は彼をドイツへ送還しようとします。焦りましたよ。私はアーンストはアメリカの安全保障に貢献する重要な人物で、彼なしではプロジェクトは頓挫すると手紙に書いて政府に送りました。成功しましたよ。アメリカ人となった彼と共に放射線への耐性に優れた衛星用原子時計を完成させました。1978年、ロックウェル社製の GPS 衛星4機が打ち上げられ、パーキンソンは同僚たちとシステム試験を計画しました。この試験は重要な鍵を握っていました。 GPS を疑問視する人が大勢いたからです。空軍関係者の多くは GPS を毛嫌いしました。単に興味がないというだけではなく心から嫌っていました。当時の軍人たちの状況を考えてください。第二次世界大戦や朝鮮戦争を経験した彼らにとっては大量報復こそ目指すもの。敵の犠牲を減らす精密爆撃は論外です。おまけにGPS には破格の費用がかかりました。パーキンソンの GPS 計画は予算を2億5000万ドル近く上回ろうとしていました。国防総省を歩いていた時のことです。私はある少将に遭遇しました。予算の実権を握る人です。彼はすぐさま私に詰め寄り、威圧的な態度でこう言いました。パーキンソン、もしこの GPS 計画の推進を断念しないなら、
君の輝かしいキャリアは台無しになるんだぞとね。私は彼を見てはいと答えました。パーキンソンは上官の目なんて気にしていませんでした。彼の関心は同じ位置に5発の爆弾を落下させることだけでしたからね。パーキンソンはアリゾナ州の砂漠にある軍用施設で試験を行います。地面に配置された大きな×印の隣には GPS を疑う者たちの椅子が置かれました。×印めがけて5発の爆弾を投下しました。驚いたことに結果は予想をはるかにしのぐものでした。爆弾の跡は4つで、そのうち2発は全く同じ場所に落ちていたのです。試験は大成功でした。2発はね。しかしこの結果が歓迎されることはありませんでした。当時の人々は高精度の位置検出技術がアメリカ軍の武力攻撃にどれだけの変化をもたらすか予測できなかったのです。世界が注目する中、ついに GPS の威力が発揮されます。湾岸戦争の終結間近、多国籍軍はイラクの地上部隊との決戦に備えていました。1991年2月、多国籍軍は5週間にわたる空爆に続いてイラクへの地上部隊の投入を計画します。サダム・フセインは海上およびサウジアラビア国境からの攻撃を予測していました。イラク側がクウェートとイラクの南部全域で防御を固めていたため、正面から突入しイラク軍を排除する作戦を取れば、戦闘は何ヶ月にも及び地上部隊に大きな被害が出ると考えられました。ですから代わりの作戦が必要でした。アメリカ中央軍司令官ノーマン・シュワルツコフが思いついたのは、イラク軍の背後に大きく回り込む作戦でした。そうしてクウェートへの直接的な攻撃を避けたのです。左フックと呼ばれるこの作戦により、戦争史上初めて砂漠の奥へと進む大規模な地上戦が展開されることになりました。砂漠の奥深くに入るのは無謀でした。道のない砂漠ではすぐに迷ってしまうからです。イラクの人々が砂漠を行き来するときに頼りにした手段はラクダだけでした。昼夜を問わず何百台もの戦車が高速で規則的に移動できるなんて、イラク軍には想像もできなかっただろうと思います。フセイン大統領もイラク軍も多国籍軍に GPS という秘密兵器があることを知りませんでした。湾岸戦争以前から GPS は精密爆撃だけでなく位置情報の取得にも利用されていました。1980年代にGPS プログラムを指揮したゲイロード・グリーンは GPS を地上の位置特定に活用するよう軍に働きかけました。当初私が GPS で現在位置が分かると説明すると、衛星に教えられなくても自分の居場所は分かると言い返されたものです。でも正確な位置は言えないだろうと私は答えました。フセインがクウェートに侵攻し、 GPS の実用性が一気に注目を集めたのです。1991年当時、 GPS 衛星システムは万全ではありませんでした。本来は24機必要な衛星が16機しか周回していなかったのです。そこでペルシャ湾上空に衛星を移動させ、受信エリアを確保しました。湾岸戦争以前、 GPS は戦争に勝つ技術として認識されていなかったため、受信機の数が極端に不足していました。数少ない受信機は侵攻に備えていた部隊に分配されました。発射！撃て！2月24日午前4時、地上戦が始まります。紙の地図には緯度と経度しかなかったため、詳しい位置は分かりません。 GPS 受信機を持っていれば味方が守ってくれました。正確な位置を把握できるため重宝されたからです。
GPS とナイトビジョン技術のおかげで多国籍軍は昼も夜もかつてないスピードで前進できました。砂漠を自由に駆け巡り、イラク軍を愕然とさせたのです。地上戦はわずか100時間で終結。2月28日、クウェートは解放されました。停戦協定の交渉中、イラク側がアメリカ側になぜ迷わずに砂漠を移動できたのか尋ねた時、将官の一人が GPS を掲げ、これのおかげだと答えました。多国籍の部隊からなる大軍が地元のイラク軍でさえ行き先を見失う砂漠を移動し攻撃を仕掛けたのです。地上戦史上最も優れた作戦の一つです。時には戦争によってコンセプトや実用性が確立されることもあるのです。出世を度外視し GPS 計画を貫いたパーキンソンの努力が実を結んだ瞬間でした。兵士たちは精密爆撃の経験と砂漠で正確な位置情報を把握できたことで GPS が有効だと分かったのです。アメリカ軍は20年近い歳月と国際紛争を経てようやく GPS の進化に気づきました。一方民間では GPS の可能性はすぐに認められます。ロッキー山脈のそばにひっそりと佇む滑走路のない小さな空軍基地。ここでアメリカ軍の公然の秘密とも言うべき活動が行われています。公にはほとんど知られていませんが、 GPS の中枢を担っているのはコロラドスプリングス東部のシュリーバー空軍基地です。現在地球を周回している32機の GPS 衛星は第二宇宙作戦飛行隊によって1日24時間体制で監視運用されています。現体制では通常一度に 5,6 名で任務に就きます。彼らの平均年齢は21歳です。地球全体の GPS 衛星システムの運用を担います。若くても十分な訓練を積んだ我が軍が誇る宇宙のプロ集団です。そっちのモニターはどう？衛星の監視には驚異的な精度が求められます。バッテリーの電圧や時計の精度に気を配ります。現在高度は全てのパラメーターが許容範囲を超えないようにする車のダッシュボードのような役割です。それぞれの衛星が24時間にわたって見張られているわけです。彼らがいなければ衛星の機能に支障が出てしまいます。ミスは許されません。陸海空のあらゆる武器システムが GPS に依存していると言えます。 GPS 信号が戦闘中の兵士の命を左右します。問題なし。 GPS はもはや軍用に限られません。世界中の人々が空軍の若い兵士たちの制御する GPS に支えられているのです。 GPS はアメリカ国防総省及び政府が所有し、空軍が日々管理運用していますが、世界中のあらゆる国のあらゆる人に開放されています。全世界が無料で使えるサービスです。原子時計はそのサービスに欠かせない重要な存在です。 GPS がもたらした革新の一つは、GPS 衛星から発する信号によって世界中のあらゆる場所で時刻の同期を可能にしたことです。コンピューターが超高速で稼働するエレクトロニクスの時代において、10億分の1秒単位で時間を計るシステムは非常に有益です。 GPS の時間信号は極めて重要です。金融システムをはじめ世界の経済を動かしているのです。株価がコンマ1秒で大きく変動する金融街では、株を買った瞬間を正確に証明できなくてはなりません。 GPS は携帯電話の基地局間の同期を行います。交通信号を制御します。配電線を管理します。
インターネットの時刻も同期します。その他に GPS は交通インフラでも活躍しています。航空機や船舶の誘導や港でコンテナの位置管理にも使われます。アメリカが信号を開放し基準を定めたため、 GPS を利用した製品の開発が可能になりました。 GPS の応用はこれまでにない新しい分野に広がっています。 GPS は世界の食料生産に欠かせなくなっています。皆さんが今日食べたものにはかなりの確率で GPS が関わっているのです。屋根に受信アンテナがついているトラクターはGPS を使っています。精密農業と呼ばれる手法は数十億ドル規模の産業に成長しています。種を植える場所を正確に把握できれば、どこに肥料や水をまけばいいかも分かります。それら全てを把握できれば、収穫の時にもどこから刈り取ればいいか分かるため、効率がアップします。精密爆撃の技術を応用して精度の高い農薬や肥料の散布ができます。農薬の流出が減り、コストを削減でき、食料も安くなります。私たちの生活で GPS が関わっていない分野はほぼないでしょう。電気と同じで GPS がもたらした経済効果はもはや計り知れません。 GPS の成功は見越していましたが、これほどとは思いませんでした。新しい使われ方に遭遇するたびに驚きます。すごい、斬新だとね。エンジニアや研究者たちは幅広く応用できる高性能の人工衛星を開発し、人類にさらなる発展をもたらそうと技術の限界に挑み続けています。世界の衛星産業は2000億ドルを超えるビジネスに成長しました。しかし、私たちの生活がますます衛星技術に依存していくことを考えれば、その規模は決して大きくありません。人工衛星は私たちの暮らしに深く根付いています。もはや人工衛星なしで戦争はできません。人工衛星のおかげで地球の裏側で起きていることが瞬時に伝わり、世界的な規模でビジネスができるようになりました。私たちの住む地球は人工衛星に覆われていて、どこにいてもつながっています。人工衛星がなかったら、私たちはこれほど発展した生活を享受できていないでしょう。人工衛星は人類に目覚ましい変化をもたらしたのです。